頑張りましたね、タクシーが。乗れてよかったです、はい、じゃあ運転手さん、渋谷の道玄坂 あのユニクロのあたりへお願いします。お願いします。最近どうですか？最近は6ハックですか？そうですね、6ハックっていう番組がまあまあいろいろあって、その後仏女っていうあのイベントと番組みたいなのやって、はいはい、なるほど、まあ、テレビ東京が、60周年を迎えたっていうことで、まあなんで60周年にそんなのやってんだって話なんですけど、はい、汚れのあるものを60周年に際して全部お祓いしようという。赤レンガ倉庫、そうそうですね、横浜の赤レンガ倉庫で見させてもらいました。あ、本ですか？ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。毎回だからテレビ東京でこう何年目ですか？4月で6年目ですね。今5年目。だからそれで最初知ったのが多分奥様っそっていう A マッソさんが出てる番組で最初存在を知りましたね。ありがとうございます。なんか A マッソさんとは昔からちょこちょこ一緒にやることが多くて、その A マッソがなんか奥様っそってこうポーズをつけて、いや、なんか番宣してるなって、あ、こういうのもやるんだっていう、なんかこう不意打ちでこう仕掛けのあるものをやってすごい話題になってたの時ぐらいから知ってましたね。なんか DM いただきましたね。今思い出しましたけど、はいはい、一番最初多分ツイッターで DM 白滝さんからいただいて、でご飯行ったのかな、ね、なんかその白滝 ズーム会議かなんかした気がします、ね、そうですね、軽くちょっともう、はいはい、まあ、ほぼ雑談というかおしゃべりの、ね、白滝さんのことは僕はどっちかというと学生時代の頃から結構 YouTube とか霜降りとか、ゲラニチョビとか拝見したので、はいはいはい、あ、これは僕も業界の一線行ったかと思いましたね。高校生とか中学生、いや大学ですかね。大学の白滝さんって90年は、僕90年12月で33歳ですね、はいはいはい、僕は95なので、ああちょうど多分5個違くて、すごい年に生まれてますね。あ、そうですね、サリン事件とかエヴァンゲリオンと、エヴァンゲリオンと、ああ、なるほど。でそっからあの若手ディレクターコンテストみたいなやつで優勝されましたね。テレ東のなんか若手映像グランプリっていう結構いなたい名前のコンテンツとかあって、はいはい、そこで優勝させていただいてっていうのもありました、うん、また第3回とかもあるんですかね。いや、ちょっとまあどうなんだろう、なんかやっぱりビジネスの世界なんで、はいはい、結局、まあ、そんないっぱいやってる場合じゃないって、なんかまあどうなんだろうっていう、多分一時ね各局そういう若手ディレクターが映像、はいはい、まあ、ネットとか TVer とかでも回るし、はいはい、なんか話題になるコンテンツ作りましょうみたいなムーブメント、ここ最近あったな、ここの 1,2 年すごいあったんですけど、 なんかやっぱ次に繋がらない雰囲気は若干ありますよね。まあ、でもちゃんとそう大森さんなりスターが出てきているなって、うん、いやいやいや、そのあれは本当に良かったです。なんとかやらせていただいて、なんかあの時はたまたま多分予算が余ってた、年度末だったので予算もちょっと余ってたみたいなの多分あったんじゃないかと推察しますけど、そのもう企画書を、企画書審査ってものが普通あるじゃないですか。その企画書を見て、まあこれが通過するしないとか、でその通過したものが普通はもちろん制作するんですけど、あれはもう企画書出したらそれを作っていいよっていう取り組みだったんですよね。それって高橋宏樹さんとかいる時代ギリいますね、はい、が丸付けしてもない、丸付けもなかったんですよその時は。だからもうやりたいことをやっていいよと出して、まあ、よっぽど公序良俗に反するならのダメだけど、うん、そのそういうのがなければもう好きにやってくださいと。だからなんか企画書って結構なんていうんですかね、面白さを伝えるのが結構ね、うん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 、
まあ、それがうまくないといけないんですけど、なかなかこうニュアンスとか若い世代じゃないと共通認識として持ってないような感覚をこう紙にすると失われたりとか伝えきれないものはいっぱいあるんで、ああいうのはいい取り組みですよね。だからテレビとかの企画、まあ、もしかしたらどの業界でもそうかもしれないですけど、若干語弊を恐れずに言うと、なんか偽物のロジックみたいなのが必要な感じないですか、うん、はいはい、その本当の面白さとか本当にバズるとかのを抜いた偽物の、こうしたら話題になるんじゃないかとか、過去のリファレンスからしてこうなったらこういう風にバイラルが起こりますっていう、本当は別にそういうことを目指してないし、そういうことが起こるとも思ってないけど、そういう書き方のうまさとか、こういうのに落とし込めるものが妙に通過していくっていう、あ、そうですね、ことってまあビジネスなんで当たり前っちゃ当たり前ですけど、うん、やっぱそのそうじゃない面白さも結構どっかで出る可能性っていうのはあるじゃないですか、はいはい、それに、うん、それのグランプリの前にそういう企画があったのが、最後は多分上出さんがハイパーハードボイルドグルメリポートを作った時も、高橋ひろきさんとかその変なことしてる先輩ディレクターが企画選ぶ回で、なんか運良くなのか運悪く通ったのがハイパーだったみたいなそうですね、ハイパーはやっぱりそれの凄さが、凄みがありましたよね、うん、だからそうやってね、まあ、高橋ひろきさん、今で言うとひろゆき、成田悠輔とかの、ひろゆきさんを世界の果てに置いてったらどうこうとか、アベマ TV で見れる面白いやつとか、まあ、日経テレ東大学とか、ジョージ・ポットマンとか、家ついてを立ち上げた人がテレ東にいたんですけど、その人が抜け、上出さんも抜け、次大森さんがいつ抜けるかっていういやいやいや、やっぱり生涯テレ東生涯テレ東で定年までいさせてください、本当に。その白竹さん、そういえばこの前って言っても半年前ぐらいですけど、はいはい、上出さん、そのハイパーの上出さんと対談されてましたよね、はいはい、なんかあれめっちゃおもろいなと思って、おもろい記事だったなと思って、ギリギリ上出さんがニューヨーク行く前に最後お話ししようっていうので話した記事がありますね、うん、いやだからやっぱあれのおもろさって、やっぱ僕白竹さんのイメージとして結構常に、まあ、なんか冷静沈着というか、はいはい、ある程度そのフラットな感じのイメージが結構白竹さんあったんですけど、うん、なんかあの時珍しく面食らってる感じが結構して、はいはい、なんかそれ結構めちゃめちゃ珍しくておもろいなと思ったんですよね。全然面食らいますよ僕は面食らいます、はい、まあ、でも上出さんはやっぱりすごい、なんかリスクを捨ててこうぬるま湯にいてはいけない、なんか自分を成長するさせるためにこうしんどい場所に身を置くみたいなことを言ってて、うん、あ、確かにそれくらいのこと自分ができてないなって思いながらも、まあ、常になんか新しい挑戦はしつつですけど、まあ、上出さんほどそのニューヨークに行くとか仕事のあてもないけどとかはちょっと踏み切れてないなという状況ですね。白竹さん、やっぱりその5個違いってなんか僕すごい、はい、その教えを請いたいって思うちょうど年齢というか、はいはい、なんか5年後って一番なんか僕イメージが湧かないなって結構よく思っていて、うん、その 今リスクを背負うことも結構必要だっていう感じだとおっしゃってましたけど、はいはい、どういう考えでそこに至ります、どういう、なんて言うんだろう、どうしてリスクを背負わなきゃなって気持ちになるんですか。なんか自分が高校生の時とかに思い描いてた放送作家になれたらいいなが、まあ実際になれて、例えばじゃあガキの使いのスタッフになれたとか、M1 チャンピオンと YouTube やってるとか、なんか思い描いてたよりはあのすごく充実した生活仕事をさせてもらってるなっていう一方で、なんかさらにもう一個大きい挑戦、まあ、ただ鈴木おさむさんが放送作家辞めて新たに挑戦するみたいな、なんかやっぱもっともっとって貪欲にハングリーで居続けなきゃなっていう、ハングリーで居続けたいなっていう気持ちはありますね。今白竹さん的にあるんですが、ここのポイントを今新たに行きたいと思ってるポイントとか、新たに一番大きく挑戦しようと思ってるポイントって何かあるんですか。まあ、それで言うとちょっといつ発表になるか分かんないですけど、ミステリー系の例えばマーダーミステリーとか、まあ、謎解き
的な、まあ、みんながイメージしやすいことで言うと名探偵津田、うんうん、とか、まあ、キス我慢選手権じゃないけど、まあ、そうミステリーの世界に入ってどうこう、まあ、韓国で言うとイカゲームの実施、うんうんうん、あのリアリティショーとかデビルズプランっていう心理戦の、まあ、開示みたいなものとかですごく優秀な作品があるのでそういうのを作れたらいいよなとか、うん、まあ海外フォーマット販売、例えばドキュメンタルとかサスケ、マネーの虎みたいに海外でも成立するようなものを作れたらいいなっていうのは一つあったりとか、あと一方趣味でこうボードゲームを作ったり今してますね、うんうん、で大森さんその会社員としてこうヒットを出せとか数字を取りましょうとかっていう課題があったりしますか、はい、そうですね、課題としてはやっぱりもちろんあるんですけど、やっぱりでもなんかその会社員でクリエイティブをやってるってかなり本当はいびつな職業だなって思っていて、うん、テレビ局員っていうのがある種なんか自分がフリーとか、まあ、完全に独立したもので何かを作るとなったらそのあ自分の中でいいぞと思う球を投げたとしてもだいぶお客さんの声にもっともっと寄り添わないと危ないんじゃないかっていう意識が、まあ、結構気弱な人間っていうのもあって思うんですけど、うん、なんかサラリーマンっていわば何作っても固定給は正直もらえるんで、うん、その固定給の中でフルスイングできるクリエイティブの職業ってレアすぎて手放せないって逆神出さんになってるんですけど、うんはいはいはい、だから僕はそうですね、それをやっぱ思ってるんで、やっぱりそのこっから5年ででもなんとなく僕もなんか大きな変化をどっかで自分の中で起こさなきゃいけないんだろうな的な脅迫観念をなんか持ってるというか、うん、でもなんかやっぱ会社僕 逆に僕は会社員で言い続けられなさそうだし、そもそも就職活動とかしたことない、うん、あのもう会社員になるの難しそうだな言い続けるのって思ったんで、だから居心地いいっていうのはかなり最高の適性だなと思いますね、うん、その会社に居続けながら、クリエイティブ的な活動ができるっていうのは、でも僕は一方でじゃあ先輩のこういうのに付き合わなきゃいけないとか、まあ、会社がそういうから本当はこっちに来たけどこっちに行かなきゃいけないみたいなのが多発するんだったらちょっと居続けられないなと思っちゃうんで、うんまあ、多発はしてますね、うん、多発はしますけども意外となんか出回しみたい な、はいはい、なんかそういうサラリーマン的作業もなんか意外と嫌いじゃない自分がいるというか、それはいいですね。だからそこまで多分その超演出派だっていうよりある程度多分プロデューサー的なところも自分がやって楽しいと思うポイントとして一つあって、自分の演出を 100% 通すというよりその自分が面白いと思ったコンテンツの人と組んでそれをうまく完成させるというか、やっぱなんか自分が見ててテンション上がるものって なんでこれ成立させれたんだろうっていうコンテンツでめっちゃテンション上がるというか、うん、まあ、でも一方でなんかまあテレビ局まあ24時間かけるもう毎日作り続けなきゃいけないっていうこの一個に集中できなかったりと なんか結果を出さなきゃいけないし、自分がテンション上がらなくてもまあもう人員の差配でこの番組の担当かとかもあるじゃないです か制作じゃなくなるとかも、それがちょっとそれはちょっとあれですね、確かに制作じゃなくなるとか結構ドキドキしちゃうポイントですね。そうですね、はい、だから一方でだから若い時にヒット作品ヒットバラエティ番組を作って、あとはのうのうと会社に居続けてサボり続けてもなんとなくいいぐらいになったら本当最高ですよねまあそうです、まあ、でもでウェービー局というか日本企業は割と日本の古き良き系の企業って大体もう共産主義なので、うん、今白滝さんがおっしゃったことはかなり可能ですね。逆にある一定まで行ったらやろうとやらまいが、ね、割と本人次第にもなるというか、うん、なんでこんななんかデジタルのことが分かってないおっさんがそのデジタルコンテンツ局なんだみたいなそれはちょっと僕の口からは言いづらいですけどそうです、なんか本当だからいいよな、うん、あだから若手からしたら最悪だと思うかもしれないですけど、まあ、みんなそういう組織で成立させようよっていうことなんでね。だから僕は逆にその先
あのまあだから羨ましいのは先輩後輩がいるとか、うん、そのチームで作るみたいなことに憧れがある一方で、僕は高校のサッカー部見学に行って1日目で、あ、こんな人たちと一緒にいられないって、その縦社会との決別を高1にしてルーツがあったんですね、はい、決別したことがあったんです。決別したんで、なんかもうそこからはなんかずっと同じ場所に居続けるっていうのが結構難しいかもなって思ってますね、うんうん、それは余裕ですか？それは今のところ余裕に感じるんですけど、なんかやっぱり結構こう白竹さん見てるとっていう言い方すると失礼かもしれないですけど、はい、やっぱり孤独さを感じることもあるんですよね、はいはい、その一人で、特に白竹さんって結構いわゆるザ放送作家でもないというか、ありとあらゆるジャンルも横断してるし、いろんな場所でよそ者になってるような、はいはい、と推察していて、はい、それってすごい孤独なことじゃないですか。まあ、その辛さとか、はい、楽しさもあると思うんですけど、そこはないですか？はないですね、うん、そのだから一方でだからこのチームで麦わらの一味だけで、うん、頑張るんだっていうよりは、なんかミホークみたいに一人でのらりくらり好きなとこ行くぐらいの方が気楽というか。ごめんなさい、ワンピース読んでなかったんですけど、すいません、校舎もワンピースの例えですか？はい、校舎、すいません、校舎も一人のキャラ、 何で、はい、何で例えたら分かるんですか？いや、ブラックミラーとは。いや、ブラックミラーは分かります、もうワンピース以外は分かります。こうなんか角立つ言い方なんですけど、ワンピース以外は全部分かります。なるほど、いやだからそれは僕はちょっとあの最近 X でジョージ俺の親友っていう、はいはいはい、お前がチームスポーツやってないからモテないんだみたいな。あれ面白いですよね、はい、あれに夢中になってるんですけど、あれの恋愛リアリティショーみたいに見ました？はい、あ、見てないです。あれ本当、はい、そういうジョージがダメだと思う人を集めて恋愛リアリティショーみたいなというか、なんか集団生活してなんかジョージがいろいろ教えてくって、めっちゃおもろそうなのに、めっちゃつまんなくておもろいんで、ちょっとおすすめです。ジョージさんの TikTok ばっかり見てました。そっちを見ないと。そっちが全然回ってないんですけど、そっちも面白いんで、ごめんなさい止めちゃって余計な話で。そう、孤独さ、まあでも孤独さ、でも一方で、まあ、いろんなとこに友達がいるっていう、うん、とこですね、うん。一箇所にとどまり続けるより、まあ、最近じゃあお笑いを極めていきたい。のはベースでありつつ、こういろんなところで、あ、最近のじゃあクイズ界はこうなんだとか、じゃあラジオ業界はこうなんだとかっていうのを 見れて、自分の中でいろんなチームの技を盗めたらいいよなっていう、うんうん、だそれでいうと放送作家は行けてる番組にいろいろ参加してると、その会議の面白い資料が見れるから、うん、そうですね、とかあの面白い作家さんなりスタッフさんが多い番組だと、あ、こんなアイデアあるんだとか、うん、だから売れ続けるというか、うんうん、いい情報に触れてるか だからそれでいうと、なんか一つのところにいてあの積み上げていく職人タイプもいると思うんですけど、もうミツバチみたいにこう情報をいろいろ回していく放送作家は本当はいなくてもいいけど、なんか業界としてあり続けるのはそういういろんな情報をこういろんなとこに密を分け与えてるみたいな気がしますね、うんうん、やっぱ平竹さんはやっぱこのいろんなジャンルを横断していくっていうのは今後もその予定ってことですか？割とそれともここなんか ライフプランみたいなのってあります？40で、例えばですか、40で一回しばらくだいぶ絞って小説を書きたいだったり、なんかそういうのってあったりするのかなっていう。そうですね、はなんか理想的には、例えば村上春樹さんが小説を海外で書きながら、うん、あの転々とするとかはいいよなとか、うん、と、まあ、漫画家さんだったらこの一つの作品に命をかけるとかっていうのは憧れますけど、なんかタイプとしてはいろんなことやりつつって思ってますけど、どっかで一個軸みたいなの決められたら、そういう時期はあったらいいよなと思いますね、うんうん、で言うと最近児童書を作ろうと書き始めてるんですけど、絵本みたいなことですか？それとも、まあ、早見で薫るみたいな、えっ、ー、と
おしり探偵とか解決ぞろいちょうど間のラインでした、まあ、その、はい、ハリーポッターとかぐらいの小学生が読むようなものとかもや走らせつつとか、うん、それで例えばじゃあアニメ化になりました頑張っていきましょうってなったら比率が多くなったりするかもしれないですし、じゃあボードゲームが意外と受けてるからボードゲームボーンって頑張るとかあるかもしれないですけど、なんとなくやっぱりいろんなことやりつつの方が気質としては合ってますかね。それは なんで児童書なんですか。ちなみに数あるものの中で自分がでも触れてきた時間が長いからできることはあるかも、うん、挑戦してみないことにはっていう感じですね、うん、であとまあ声かけてもらったっていうのもありますけど、テンションがある。なんか僕今シナプシュっていう、はいはい、赤ちゃん向けの番組にあのレギュラー番組みたいな感じで入ってるんですけど、はいはい、やっぱなんかあの子供を喜ばせたっていうやりがいなんか成果ってえぐいですね。なんか、なんかあんまり体感したことないですし、なんか これより強いもんでない気もするというか、それはもうでも体感されている。体感、そうですね。でも変な話、なんというか他のコンテンツ自分が作ったコンテンツより、まあ別に赤ちゃんはツイッターとかもちろんやらないんで、うん、目に見えてその反応があるわけじゃないじゃないですか、はいはい、ただそのスタッフの人が僕が作った VTR を見て自分の息子が笑ってたみたいな、うん、はしゃいでたみたいな映像を送られてきた時に、はいはい、あなんかやっぱりちょっと今最近やっぱインターネットを内面化しすぎてるなって気持ちにすごいなったというか、なんか本来コンテンツとかものづくりってその一人に刺さって、その一人の刺さった気持ちみたいなものを見ることの尊さみたいなものが多分ずっとあったと思うんですよ、うん、今までの時代小説とか漫画とかでもそうだと思いますけど、はいはいはい、やっぱりでも今ツイッターでトレンドに入ったとか再生数がランキングに乗って、うん、ネットでこういう盛り上がりが起こったっていう、なんかそこにやっぱり引っ張られまくっちゃってた自分がいるし、多分今後も引っ張られるんですけど、なんか改めてその一人の人間赤ちゃんですけど対一の人がこんなに喜んでるっていう事実って強いなとはすごい思ったんですよね。なるほど。その喜びとか普段じゃあ大森さんが作ってじゃあホラーっぽいものだったりとかでは、うん、その喜び他人が喜んでることに反響とかに喜びますか。うーん、僕はあんまり外部に対して設定してなくて、自分が面白かったなってことは自分みたいな人は喜んで見てくれるんじゃないかなっていう、まずなんかうっすら高校生の時のなんか一番なんか、まあ、目がそこまで超えてないけど熱心に何かをシャープな視点で見てた、はい、で見漁ってるし、はい、厳しい目線もちょっと持ってるぐらいの高校生の時の自分ぐらいにボール投げられてたらお笑いとかだったらいいよなっていう感覚は。あ、調べたりしないですか、あんまり感想とか。あこういうのがネガティブに思われるんだとかっていうチェックはしますけど、はい、なんとなく満足は自分の中にありますね。だから、まあ、自分が素敵だなと思っている人にいいねって言われたら嬉しいですけど、だからあんまり他人の評価っていうかに喜んだりっていうのは最近もうあんまりないですね。そうなんですね、はい、もうめっちゃ調べちゃいます。多分僕今までの自分が作ったコンテンツで見逃してる感想が一個もないと思います、全部で中で。でもなんかでもおっしゃるように自分の中の評価がある程度やっぱり足した上でやっぱでも人の感想をすごい見たくなるというか、やっぱでも嬉しかった感想とかスクショとかしちゃいます。全然いいですね。しないですか。全くしないですか、まあでも受けてるかどうかは気になりますけど、もちろんでもなんか自分の納得度があるかどうかの方が大きいですね。あ、そろそろ着いたみたいなんで降りましょうか。降りましょう一回。
倉谷松美の水浸しをお送りしていきます。改めましてこんばんは、倉谷松美です。来ましたね、ひな祭り。私はひな祭りを毎年堪能しておりますから、近年みんながハロウィンで盛り上がったりしてるのを目もくれず、私はひな祭り一択でやってきております。この前スタッフさんたちにひなあられ作って持って行ったら、ひなあられってどうやって作るんですかって驚かれたんだけど、ひなあられってすごいのよ。お正月に余ったお餅で作れるんだから。昔の人は合理的よね。スタッフの豊島ちゃんに、ひな祭りって何するんですかって聞かれたんだけど、私はまず2月末からおひな様出すでしょ。クリスマスにはツリーを出さないけど、おひな様は出すの。あとはもっぱら十二人へ来てひなあられを食べてます。いやでもこれから結構来ると思うよ、ブーム。ちょっとハロウィンが下火でしょ。パリピたちはどこかではしゃげるイベント探してるはずだから、絶対みんなひな祭りに流れ込んでくるんじゃないかなって予想してる。あんまり盛り上がりすぎて渋谷が人でいっぱいになっても困るけど、先駆者になりたかったら早めにひな祭りで盛り上がっといた方がいい。では最初のメールいただいております。徳島県ラジオネーム黒沢にごしさん。乗ってそうそういうことじゃないですけど、はい、このタクシー出るらしいですよ。え嘘やろ嘘やろやめてやめて、今日一緒に降りような、一緒に降りような、絶対一緒に降りよう、一人に全体でな。私が払って一緒に降ります。もうよろしくよろしく。あとはもう家に帰るだけなんでね。そうやね、はい、明日休み、休み、まあ、休みやけど休まへんけど。本当にお休みってないっていうか、まあ、この仕事なんでね、休みもあってないようなもんじゃないですか。まあないですよね、気持ちの切り替えみたいなどういう感じですか。気持ちの切り替えはほとんどしてないと思いますね、これ家族とかいたらまたもう強制的に切り替えなあかんのやろうけれども、悲しいかな、一人暮らしなんで特に切り替えんでも生きていけるんで、はいはいはい、そう。お休みの日って加納さん何してはるの？私もお休みというお休みがなくてですね、まあだからそのライブとか収録がない日に書かせてもらってるという感じなので、うん、どっちかの仕事してるんや。こっちの仕事休みの時はこっちの仕事をして、そうですね、っていう感じなので。なんか友達先輩とかと飲みに行ったりとか遊んだりとか、なんかご飯、仕事終わりにご飯行ったりとかっていうのはありますけどね。友達はその同じ業界の方が多いですか？でもそうかな、私結構あの人見知りなんで、はい、まあ、人見知りっていうのももう大人になってるから恥ずかしいんだけど。いやいやいや、まあ、でも作家さんの友達とかとは、そうたまにご飯行ったりしますね。ほとんど小説の話しないですけどね。そうですよね、加納さんとかもその先輩の芸人とか友達の芸人さんとかと遊んでる時ってなんかお笑いのことについて熱く語ったり、語るではないですけど、やっぱりまあ芸人、まあ、基本、まあ、まずはゴシップ、まずはゴシップから。うちも結構あの作家がさとか言いますね。基本まあ第1位がゴシップで、まあ、第2位は人の悪口言って、でもまあそうですね、真面目な話も私はそんな嫌いじゃないので、まあ別に言うときは言うしっていうぐらいの感じですかね。でもあんまりそうですね、こう男芸人がすごい多い場合やと、
こんな結構夢語んねやみたいなので引く時はあります。その男芸人さんが夢語るっていうか、うん、やっぱこうするべきだよなっていう、そのなんていうんですか、たぎってんなっていう。それは舞台で見せる顔とはまた全然違う。うん、まあ見せてもいるのかな。ちなみにどなたとか言えるんですか。言われへんけど、あーって思うことはありますね。うん、仲いい芸人さんとか。まあ一番仲いいのはフワちゃんですね。あ、はい、エッセイにも出て最後フワちゃんって出て、あ、そうなんや。そうなんです。それはおもろいやろうな。フワちゃん、まあ芸人って言ったらまあ芸人かな。フワちゃん芸人タレント。もともとコンビでした。コンビ、はい、男女コンビで、あの事務所の後輩だったんですけど、フワちゃんの方が後輩。年もフワちゃんの方がもう全然下ですね。あ、はい、そうなんや。 5個ぐらい下で、うん、で解散して一人になって、うん、YouTube、 そうです、爆売れしましたね。すごいよね、本当に。なんか一時期テレビつけたらいるみたいな存在に、うん、そうで意外と、まあね、仲良く性格も合うとかっていうのもあるんですけど、うん、やっぱこう長く付き合う友達って、うん、あ、やっぱこういう やつなんやなっていうの分かってくるじゃないですか、うん、やっぱあの20代のうちはね、見境なくいろんなやつと遊んだりするけど、うん、そうそうそう、30代になると、あ、結局こういうやつがいいんやみたいなのが残ってくるじゃないですか。確かにそうですね、うん、もう見境なくならない、ね、なくならないですよ。なくならない中で、あ、フワちゃんはやっぱフワちゃんやなって思うことは結構あって、うんうん、まずお互いどっちも誘ってるっていうのがでかいですね。お互い誘ってる、うん、こうあの何日遊ぼうとか、こっちが誘うこともあるし、向こうが誘うこともあるし、うん、これを投げかけた時のレスポンスが、うん、あ、やっぱ、うん、そうやねみたいな、 なんか気持ちいいのが返ってくるんですね。気持ちいいのが返ってくるんですよね。ムカついた時にね、うん、誰かに、うん、やっぱ同じ温度で怒ってほしいんですよね。それはね、うん、ある。なんかサラーシャラーっとした顔されると、なんか、そうなんか、言わへんかったよかったってなるじゃない。私だけ悪いみたいやんって。で、今別にその正語をはっきりしたいわけじゃないかなっていうやつで、うん、いや、お前もちょっと悪いんちゃうとか言われたら冷めるじゃないですか。そうね、うん、ちょっともうこいつには喋らんとかってなるんですよ。そこら辺が合うんですね。そう、なんかこういうムカついたやつおったらつって、いなくなればいいのにねとか言ってくれるんで最高なんですよね。それはいい友達だ。そう、意外と知られてない一面なんですけど、そうっていうのを求めてたんだなとか、うん、でも逆にね、やっぱズバッと言ってほしいっていう人もいるじゃないですか。うん、うん、だからまあいろいろですけど、友達どっちもどっちのタイプもいて、共感して一緒に怒ってくれる子もいたら、はい、それはあんたちゃうんちゃうって言ってくれる子もいて、うん、まあ、確かにズバッて言ってくることはかなり、あの、喋っててもその飲み会自体が険悪な空気になるんで険悪なままずっと2人で飲み続けて、はい、険悪なまま別れて、うん、ほとぼりが冷めた頃にまた遊ばへんってなるってすごいな。そう、毎回険悪、結構な確率で険悪になるんですけど。え、それはもう仲違いしないんですか。その都度仲違いしてるけど、してるけど、そう、でもずっと付き合いがすごいな。なんで私は付き合ってんやろみたいな。もうあいつと飯食うかとはならないんですか。いや、でもなんかお互いでもなんか忘れるんかな。はあ。でも結構ほんま腐れ縁ってことですか。でもね、腐れ縁っていうほど共通項もなく、うん、住んでるところもめっちゃ県外やし、はいはいはい、今喋りながらなんで友達付き合いしてるのか分からへんくなってきた。面白い。もともと作家さんで途中で引退っていうか、まあ、関わらへんくなっちゃって、はいはいはい、そう。でも、まあ、友達付き合いだけ続いてるっていうね。引退した友達とかと付き合いって続きます？友達とか、まあ、仲間と。そうですね、やっぱりこの業界も毎年ね、誰かしら辞めていって、後輩、仲いいやつには、うん、ちょっとやっぱ向こうがそのなんていうんですかね、まあ、志半ばでっていうことがまあ多いじゃないですか、うん、業界的にね。で、ちょっとまあなんか後ろめたそうにするやろうからと思って、私はもう全然関係なく、うん、芸人辞めても友達でっていうのは、うん、言うんですけど、うん、まあ、やっぱ頻度はね、残酷ですけど、やっぱちょっと下がるんですよね、うん、だってさ、夢破れてっていうか、まあ、志半ばで、うん、
引退していった人ってやっぱカノンさん眩しいやろ。いやいや、それは眩しいというかね、なんかこう気を使うことも増えるやろうしね、変にこうね話、次の仕事の話を聞いてあげるみたいな、上からになっても嫌やし、こっちが相談できることもね減るやろうしとか思ったら、何かしらはね形は変わるなという気もしよう、まあ、気持ち的にはずっと友達なんですけどね、まあ、やっぱり今自分が立ってる主戦場での友達がやっぱりまあ多くはなっていくかな、基本的にはね、そう、大体似たような悩み持ってるし、そう似たようなことに腹を立ててるし、ムカつくやな。そうで、共通の知り合いとかおったら最高じゃないですか。そう、良くも悪くも盛り上がるよね。なんか芸人は、なんか事務所とかあるじゃないですか。あ、事務所とかマネージャーとか、あの先輩がとか、やっぱ言ってもそんな広い世界じゃないので、あのめちゃくちゃいるんですけど、作家さん同士って、あんまりありますか、まあ、担当編集の方が一緒とかぐらいか。そうだね、まあ、大概あの作家さんっていろんな出版社で書いてるから、はい、どこかに所属っていうのがないから ね、 ね、そう。でもなんとなくあそこやばいでぐらいは聞いたりしますね。やめた聞いて、あそこなんかちょっとやばいような気がする、あそこの丸々さんが特にとか、なんかそういう情報はなんか交換したりしますね、私もそのどことか言わないですけど、たまにその取材してくれる人で、やばい人いません？なんかもうなんか笑ってまうぐらいやばい時ないですか？なんかね、こう切れたりします？静かに切れることはありましたね、もうなんかさすがに失礼すぎひんとかめっちゃいません？取材日とかあるじゃないですか、ありますね、1日ね、もういろんな人がどっか一回ありますよね。なんか失礼っていうよりも、お前仕事せえよみたいな人もいますね、はい、すごい私的な質問が多かったりとか、これは何の話、今何の時間なんやろっていう。めっちゃありますね。ありますか？逆にウィキだけ読んできた人とかね。わかるよね、わかりますね、わかりますよね、ウィキペディアだけ読んできたな、こいつっていうのとかありますね、そういえば、なんだろうね、あの自分の書いた本とかがドラマ化されると、そのドラマに出演された俳優さんのファンのライターさんとかは最悪やん。そう、だからそっちの話とかが多いから。すっごいやん。そう知らんてってね、そう言いたいですよね。そう、なんかいや、それに関してはお答えできないですっていうようなことがすごく多いですね、はい、あ、切れたりはしないですか？さすがに切れはしない、あ、心の中では切れてるけど、僕をその出します、その出さないですね、出さないでニコニコしてるけど、そうでも和やかに終わって、あのお疲れ様でしたってパターンってドアが、ね、退出されてドア閉まった後、すごかったねっていうのはあります。あれ今のやばくなかったとかはありました。何回かめっちゃやばない、今えぐない。ありますよね、めっちゃありますね。そう、えぐいなあいつ、まあ、そんなね、あの作家なので、その取材とかインタビューの頻度もその加納さんほど多くないから頻度も少ないけど、まあ死ぬほど取材されるやろうから。いや、これで皮肉なもんで、あのうっとしいやつほど原稿良かったりする時ないですか？いや、それ分からなかった。私ともにめちゃくちゃ、あのコミュニケーションうますぎて、話めっちゃ盛り上げたけど、全然書いてることちゃうやんっていう時と、この人態度悪っていうのけど原稿めっちゃええやんっていう時があって、一概に言えない。そうね、そうね、あるんですよ ね、 そうね、なんか喋ってるの、私は逆が結構多かったですかね、なんか喋りはあんまりすごい良かったんですけど、上がってくる原稿が結構やばい原稿が、そうめっちゃネタバレされてるとか。ある。そう、すごい赤を入れながら、なんで私こんなに赤入れてんやろ、私編集者じゃないんですけどそっちの仕事やんって思いながら赤入れたりする時とかたまにあります。難しい、どこまで言うかっていうのは難しいですよね。すごい難しい、ややこしいやつやと思われたくないし、それは嫌ですね、だってそういうのって、なんかやっぱ噂はすごい回るじゃないですか、狭いからね。そう、なんかあの人すごい態度悪いよねとか、なるべくそういう噂は回らないように心がけてはいますね。
結構あの言ってくださいっていう方ですか、編集者の方ってずっと長年ご一緒にされてるとかですか、うん、そうですね、うん、担当さんとはやっぱり長い付き合いの方が多いです、ね、うんうん、私はもうあの不安すぎて、うん、もう言えるだけ言ってくださいみたいな感じなんですよ、あの赤っていうかイレゲラとかでもいっぱい書いてくださいって言うんですけど、うん、こっからここまで何もなかったりする、うん、あ不安になるっていうか、あれ確かありますね、うん、それはそれはありますね、でも言ってねって言いつつ、うん、ちゃうなんかここじゃないんやけどなっていうところに赤が入ってたらムッとするとかどういう意図でここ入れたんとか詰めたりしますねもう信頼関係ですねそこは、そう、そう結構なんか何時星のごとくの担当さんとも、うん、そうすごい赤も入るし、うんうんうん、まあ、何回か喧嘩になること、こともありましたね、うん、ここは直すか直さへんかで、でもやっぱりぶつかるでしょ、あ私はぶつからないですね、えそうなんですか、うん、じゃあ基本入ってきた赤って全部直す感じですか、そうですね、赤っていうかもう千本ノックしてもらってるみたいな感じですね、そのすごいお願いしますっていういやまだそのほんま何者にも慣れてないからなんですけど、やっぱそうですね、また、うん、自信を持ってこっちの方がええやろってはできてない感じはしますね、じゃあ、 あの芸人の方のお仕事で、うん、あの相方の方から、はい、そのこれなんかちゃうんちゃうとか、まあ、それも赤じゃないですか、赤ですね、そう、あ変えますね、あそこも変えるんですね、そうですね、言っても手を抜かれる可能性があるじゃないですか、そうなんです、だからいい向こうの意に返さないセリフを、うん、いやいやこっちの方が面白いからこれ言ってって言っても、うんうん、舞台立ってしまえば生ものやから、うん、適当に喋られるかもしれないじゃないですか、うん、なんかこう気持ちよくなんていうかちょっと立てないと、うん、自分の台本が死ぬので、逆に言うとめっちゃ冷静ですよね、いやいやいや冷静というか嫌なんですよね、やっぱ適当にやられたらそれはそうや、それは嫌でも適当にやるのかな、適当にっていうか言い方とか、うん、いやこの言い方でけへんとか言われたらそっかってこう喧嘩になったりとかもないんですね、ですね、そう一回もない、それはコンビ組んで一回も、一回もないですね、それはすごい、いやでも私が向き合ってないとこがめっちゃありますね、あれ向き合わないその喧嘩したら終わるって思ってますね、やっぱりコンビって繊細なもんですよね、まああるし、私があんまり人と仲直りした経験がなくて、喧嘩したらもしかしたらそれっきりのタイプ、それっきりがそれやばいそれさ結構最悪なんですよね私、だからそうなんですね、だから結構慎重に喧嘩は慎重にしてる感じしますね、はい、質問なんですけど、今ちょっとすごい怖かったんですけど、はいはいはい、あの喧嘩にならへんくっても心の中で静かに切ったりとかするときあるんですか、相手を、あもうこいつとはあかんなとか、あんのかな、あるかも、あるかもしれないですね、あ、仲直りできます、わーって言い合って、うん、まあまた飲もうやみたいな、そうですね、ありますね、私はすごっ、でも言える人と言えない人がいます、やっぱり相手によるかなっていう、そのさっきの、ね、険悪なまま終わってでもなんとなくそこはかとなく続いてる友情とか、はいはい、そういう人にはあの会った時この間ごめんなあー、うん、でも向き合ってますねそれは、ちゃんとどうですかね、うん、でもどっちかっていうとなんか喧嘩したっていう話を持ち込まれることの方が多いかもしれない、うん、あ、誰かと誰かが、そう、どっちとも友達やからっていう、はい、あ、すごっ、こんなんってさ、どう思うって、どう思うってひどいよなって、うん、でもこっちからもちょっとみたいなひどいよなって、なんかそんなに私が一番ひどいかもとか相談したくなるんだ、え、言います、それはあんたが悪いでっていうのは、それも言えること言えない子がいますね、ほんまになんか心ボキって折れる子にはやっぱり、うんうん、言いづらいし、うん、でも不屈の魂を持ってる子とかはそれはあんたが悪いんちゃうって言えるし、うん、相手見て言い方変えますね、芸人はアドバイスが本当に難しくて、うん、例えば人間としてクズが売れたりするじゃないですか、うん、でほんまにね
お前そんなクズやったらあかんぞっていう普通の説教が逆の可能性あるじゃないですか、うん、もっとクズにした方がいいっていう可能性があるから。そうだね、うん、そうだね。フワちゃんももう最初の頃なんか死ぬほど怒られてましたから。そう、失礼やしタメ口やし、まあそうだろうね、リハも話聞いてないし。でもそれをねやっぱ面白がると ね、うん、商品になるし。そうだね、キャラクターが確立するまでは大変やったよね。いやそう、反省文よう書いてました本当に。反省文か、書いてました。反省文も反省文真摯に書くのかなそこめっちゃうまいんですよ反省文何回も何回もだよね何回も書くからすごいいいってめちゃくちゃうまいんですよ。なんか反省文の書き方みたいなんかあるんですよね、うん、なんかこう順番的に自分はどう思ったとかこれからどうしようと思ってるかとか。だからもうほんまに思ってへんやろっていう対策ができすぎてるんですよすごすぎるんです、ね、できてへんから何回も反省を重ねることになるっていうねすごいですよね。そこ人間としての出来と、うん、そうね、仕事としての可能性が反比例するっていう、うん、反比例するかもしれないっていう、ね、なんか抽象的な話ですけど、うん、小説家気質やと思います自分のことを。私全然思わない。思わないですか、うん、っていうのはなんか、うん、私小説家の人ってもっと破滅的な人が多いんやろって勝手に自分の中で思ってて、はいはいはい、でも意外と今真面目な人が多いんですよ、ね、真面目な人多いですね、うん、でもあの西村健太さん、はい、小説家で、はい、お亡くなりになられたんですけれども、うん、あの方のエッセイとか小説がもう本当にねあの毒図なんですよでもそれが素晴らしくって、はい、小説家としても、はい、エッセイストとしても、うんうん、まあそういうのはまあ言ってること同じですよ ね、 そうですよね。人間としてのクズさがこの才能と直結してるっていう、うんうんうん、確かにね。果てになんか銀座で銀座の行きつけで飲んでるみたいなイメージあります。なんか文豪、あそれはなんかベテランの大作家さんですよねそうですよね、はい、今どうなんのかな。破滅的な人、破滅的な、私はなんか西村さんが最後やと思っててでももしかしたらねどこかにいるかもしれない、ね、はい、その若い方で聞かないですよね、うん、芸人もそうですけどね。真面目な方多いんですか。まあ、みんなやっぱ真面目に うん、なってますね。なんか昔のあの横山やすし師匠みたいな人もいないんですか楽屋の袖にね借金取り待ってるみたいなね舞台降りたら追いかけ回されるみたいな聞いてましたけどないですね。そうなんだ、うん、だんだんやっぱり時代がそれをもう許さないんでしょうねきっと、うん、なんかクズ芸人とかっていうジャンルもあるんですけど、うん、でもジャンル化されるぐらい安全ってことですからね。あ、まあ、その中でのクズさ、そう本当に危なっかしい遊びをしていたら、うん、やっぱりテレビには今も全く出れないし。いやだって今 SNS がすっごい怖いじゃないですか。怖い、ちょっとどこで燃えるかもわからへんから、はい、すごい発言とかも、うん、すごい作家さんとかも気使ってるし、うんうん、みんな大体公式のアカウント持ってるけど、はい、みんな気使って書いてますね。 SNS の発信はご自身でされてますか。あそうですね、うんうんうん、自分の名前でやってるやつは自分で書いてます。あそのパトロール用の裏垢とかないんですか。私ないですね。あ、あでも推し垢はあります。あ推しのアカウント、あそれ別なんですね。それ別ですね、全然違う名前で。そうですね。でも誰もフォローせず誰にもフォローさせないっていうあの非公開アカウントですね。ただ例のそうただただ推しの情報を集めるだけのアカウントっていう。あそうなんですよ。そうか、あ そ, うそっちはフォローしないんですか、情報を集める方は。あしないですね。お検索用ってことですね。そうですね。へえ。でそこで変に自分のこととかを検索すると、うん、今度からあのトレンドにそっちが入ってきちゃうから、そうすると推しの情報が拾えなくなっちゃうので。確かに確かに。そうだからひたすら推しのことしか調べないっていうそういうアカウントを分けてありますね。確かにね。そうなんですよ。安全にしないとね、誤爆がありますもんね。そう、うん、そうなんですよ。なんかね、まあ、SNS は怖いよなっていう、はい、うん、なんか今後こういう話の締め丸出しですけど、はい、なんか今後どういう話を書いていくとか、もう今構想はあるんですか。あ何個か書きたい話はあるんですけど、うん、まあまあ、あそう、神様を卒業した娘の話を書こうかなって思いますね。何それ面白そう。なんかネパールの方で少女心
ていう、うん、あの生理が来る前までしかなれない女の子の神様っていうのがいるんですよ。所長が来たらもう神様上がるんですよ。神様上がる、代替わりしてずっと神様を継いでいくんですよ、はあはあ、そういう少女誌の話を書きたいなって。神様を引退した後どうやって生きていくんやろうっていう、もうもろそう考えてる時は対策なんですけどねちょっとタクシーの運転手メモしないでくださいよやめてください、外に向けて漏れちゃう、漏れた書かないでください SNS にありがとうございます。ありがとうございました。さっきまでうすらずっとお化けいました。え、やめてやめてもうやめてやめて、もう早く降りよう、降りよう、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、弟子さん、最寄りのレジまでお願いします。あ、じゃあ、前のヨッシーバイクを追ってください。ヨッシーバイクって前走ってる、行動走っていい、前走っていいですか。あのメタルピーチのメタルピーチが乗っている、今レインボーロード走ってる、ここヨッシーバイクを、ヨッシーバイク走ってる、そっちじゃない、そっちのヨッシーバイクじゃなくて、えあの左2位、走行車線の方のヨッシーバイクが2位、はい、そっちお願いします。 2位が走ってる、はい、はい、あの、はい、メタルピーチも走ってる、黒いドンキーの黒ドンキー、黒ドンキー、スマブラの空張りの 6P とか、今ドンキーが 5P までいろんな色で埋められてて、そっちじゃない、そっち 6P 目のドンキー、そっち静江さんなんです。あ、そっち静江さんとドンキー間違えられてる、違います、ドンキー走ってないですよ。あ、うざいですよね、赤コーラ投げられてる、わかります、投げられてる、わかります、後ろから、赤コーラ行きましょう、めげずに行きましょう、ね、いや、めっちゃ荒れるな、このスリップストリームっていうんですよ、これ、ね、え、ね、速くなりましたね、そうそうそう、ああ、いいですね、腕上げましたね、いや運転手さん、運転手さんやってんだ、あんまり、あー、12か、12だ、ゴールしたんだゴールした、神さんじゃないですか。ずっとね乗ってますよ。最寄りのレジって言いました。いや言ってるんです。一応僕も言ってるんです。何ですか。何とは言わないけど。今じゃあこのゴールをした今、この車一体どこに向かうんだ。どっかだからゴールして、はい、なんか最寄りのレジがあるところに行けるんです。すぐ止まっちゃうじゃん。ますけど。え？あ、適当に進んでくださいって、あの、うん、駅の方まで。あ、駅まで。はい。深見さんだよ。いや乗ってきますね、うん、結局乗ってきますもんね。もうアラートなるんだもんな、深見さんがアラートなんだ、うん、緊急性のあるもん、深見さんが相乗り設定を開始したぞっていうアラートが骨伝導で直で、あ、骨伝導で来るんですねナノマシンみたいな、あ、はい、そう、
はい、音波じゃない自称骨に埋め込んでます自称骨に、はい、来るんです、はい、埋まってるんですよ埋まってるんですよ渦巻き感を刺激取った方がいいですよ取った方がいいですよ本当ですか、うん、これ本当にびっくりしたんですけど、はい、あの親知らず取った時に同時に入れられてて、あ親知らず取ったんですけど、はいはい、取ったら入ってたんですよ。いやいやお医者さんこれじゃ取ったことにならないよって言って言ってプラマイゼロじゃん突っ込みます、ね。はい、あその時はあのね、うん、奥歯の方に穴が開いてましたね。いや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 って言ったんですけどね。そこのディティールは大丈夫ですけど。ね、まあいやまあそんなだから。けたたましく鳴り響いてうるさいねどうしたんだよってよくよく考えたらアフカミさんだあじゃあまあなそんだけの思いをしたからには喋、うん、った方が喋りますよ喋った方がいいですよいい加減にしてほしいなんで被害者側のスタンスで入れるの毎回、うん、毎回被害者側なんですよ、ね、はい、いやもうでもこんなにさ、はい、一緒にタクシーに乗るんだからあ友達ですよねもう。あそうですよもちろん、うん、これは友達ですよ友達ってことですよ、うん、気づいた頃には今言いましたけどね気づいたその自然なもう友達になってたんですねいつの間にかそうそうそうもう友達になって気づいた頃にはそうですよ気づいた頃に、うん、友達だって、はい、いや友達いますかいい質問しますね随分もう友達いるんですか友達がねはいいるんですよ、ね、あいるんです怖い話のトーン友達います友達いますどんな人どういう感じなんですか普段プライベートはプライベートははい、友達、まあ、いると言っても少なくて、うん、あのいつも一緒に、まあ、僕 YouTube メインがあるのと、はい、もう一個サブチャンネルがあるんですけどあ、はい、こっちで一緒に、はい、あの配信をしている、はい、あの二階堂ってやつ、はい、こいつがまあ、うんまあ、唯一の友達あそうなんですね、はい、こいつ、はい、でその時点で深見さん、はい、あもうあすごいだいぶ上位にラッキーですねすごいですよエントリーナンバー2がもう2位に、ええ、すごいですねあ社員2人で副社長みたいな暫定ボックスガラ空きだったガラ空きだったはい、はい、誰もエントリーしなかったいけたんすね、はい、まだいけたえあよかったそうそうそう僕は、はい19とかですね、もののけさん。19位。僕の順位だ。こんなに格差がある。僕の方の順位では。え如実に出てる。友達は友達ですよ。友達は友達ですか友達は友達ですけど。あ、友達は友達か。よかった。はい。うん、ですけど、はい、順位で言うとそうなっちゃいます、ね。なるほど。19位とかになっちゃいます。1個上は誰なんですか1個上は、はい、この間、あの、うん、居酒屋で会った、はい。友達が呼んできてくれた人ああ友達が呼んできてくれた人はまあそうか呼んできてくれた人です、ねはいはいはい、俺は今そいつの後ろを追っかけてるわけですねドマドマに、はい、そうですドマドマに飲んだ時にテンポもいらないですドマ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 ねとはならない別にこっちはドマドマなのそっかその人が今前目利きの銀次じゃないんだよ、うん、目利きの銀次目利きで寿司のショーだ話しなくて目利きの銀次だったら21位の目利きの銀次に呼ばれた。あ、目利きの銀次ってすみません。すみません。寿司の翔太の話じゃないですか。寿司の翔太って何ですか。寿司の翔太の話じゃないですか。いろいろごちゃごちゃ。目利きの銀次って何ですか。目利きの銀次はあの居酒屋です。居酒屋か。あれもあるですよ。多分。居酒屋ありますよね。運転手さん。ありますよね。運転手さん。目利きの寡黙な男だ。確かに。目利きの銀次か。いそうですけどね。そういう。なんで目利きの銀次だったらランクが下がる。チェーンが広かった。チェーンの幅が。寿司の何でしたっけ。寿司の翔太の出てくる。寿司の翔太って何ですか。寿司の翔太って漫画に出てくる。その。知らない。寿司の翔太。寿司の翔太そう、はい。寿司の翔太って漫画に出てくる、はい、クロマグロをめちゃくちゃ、はい、その見て定める男銀次って確かいたような気がしたんですよ。ね、あそこから来てるのかもしれないですね。あそういうことか。なるほどね。いや、その居酒屋から来てるかもしれないですよ。あ、逆に。さあ、迷宮入りです。たどり着かないですかね。そうですね。どんな漫画読んでたかって話でしたっけ、今まで。違いますよ。寿司の翔太の話をしただけですよ、まだ、うん。そっか、とりあえずはその、じゃあ、ドマドマ男を飲めせばいいんだな。あ、そうですね。コーラ拾えるやな。あ、マリカ。あるんだけどな。じゃあ、漫画はじゃあ何読んでました？漫画ですか？はい。俺が一番影響を受けた漫画がね、はい、やっぱその
蜂蜜とクローバーですね。意外です。そうなんですか、少女漫画。私の笑いの原型みたいなものですよ。そっから取ってきたんですよ。蜂蜜とクローバー。蜂黒から？蜂黒から。ありましたっけ、そんな笑い、うん、今の。やっぱあの竹本くんの恋愛のもどかしい感じをコントに一つまみ入れちゃおうなんつって、うん、すごいエッセンスを。エッセンスを一つまみだな。竹本くんという気持ちをみんなにも共有しよう、うん、あ、それでコント作ってるんですか。そうですよ。天才すぎるかもしれないですね。そのだからどっからでも作れますね。師匠です、だから海の地下は。あ、そうですか。ハチクロからコント作れんなら。ハチクロから言ってますから私は。なんかもっと伸びそう。なんか何がですか。いや、なんかどういうことですか。いやいや、わかんないですけど、いやいや、もっとハチクロ以外の作品を見たら、はい、もっとなんかすごいことになるんだろうな。あ、本当ですか。ハチクロで今、はい、そこまでいけてるなら。あ、なるほどね。すごい、もっとおもろい他の海野さんの、いや、そういう出てもいいんですけど、うん、もっとなんか小田栄一郎ワンピースとか、はいはい、うん、なんかそういうところ読んだり。ワンピース知らない。え、でもなんかその森田さんが、はい、その7年6回ぐらい留年してるんですよ、美大を。あ、森田さん、あのハチクロの中の。あ、森田さん、うん、森田っていう男がいて、はい、彼が6回ぐらい留年していて、はい、そのもう結構年齢もいってて、なぜかいつも札束持って帰ってくるみたいな、その素性のわからない男がいるんですけど、彼がそのヒロインがいて、ハグちゃんっていう、ハグちゃん、そのヒロインにある日、ワンピースだったかな、なんかをワンピース渡したんですよね、うん、でそのすごく喜んでいて、はい、彼女がって話ですか。あ、違います。はい、ワンピースの話、ハチクロに出てくる、はい、着る方のワンピースの話じゃないです。漫画の海賊の、海賊版海賊版の話ですか。違います。海賊版、お金を払った方がいいですよ。違います。違法で上がってるインフルエンサー、海賊版のワンピースじゃなくて、うん、じゃなくてですか。そっち、そういう意味じゃないですよ。ワンピース、え、海賊版で見てるんですか、うん、違います。ワンピース、海賊版を海賊で見るとどうなるんですかね。打ち消し合って全く罪はなくなる。なくなる。うん、麦わら帽子だけが残るのかな。麦わら帽子。なんだそれは。ワンピース知らないです。逆になんか一番好きな漫画なんですか。一番好きな漫画、はい、でもジャンプはずっとちっちゃい頃読んでたんで、うん、ワンピース、うーん、ワンピースとか、あとは、はい、アイシールド21ですよ。うわ、あの絶対見てます、ね、体がごつい人ですね。ごつい人たちね。ごつい人たち、体がごつい人たち、華奢な子も出てきますけど、うん、最近連載再開して。あ、そうでしたっけ。結構そうな、連載再開じゃない、あの読み切りが一回復活したんで、はいはいはい、あれですよね、その変な形の球を持って走るやつですよね。そうですね。あのアメフトのボール。あーね、はい、うわ、変な形の球、あれか、赤だったり、はい、黒だったりするやつですよ、ユニフォーム。やめましょうか、この話。全然多分知識ないと思って。はい、うん、ごめんなさい、さっきワンピースの話してるときこんな気持ちだった。知らない。そうだね、広がらない話を。あ、そうそう、気持ち分かったんで。なるほどね。やめましょうか。好きな漫画か。はい、あ、でもやっぱそうですね、あんまり、まあ、バトル漫画も結構好きですけど、うん、やっぱアタシンチですかね、僕は。ああ、うん、アタシンチ読んでたんですね。アタシンチをもう過剰に読んでいましたね。過剰に、ええ、過剰に。アタシンチをその表紙がボロボロになるまで読んだやつあんまりない。いないですね。僕はアタシンチの表紙をダメにしました、ね。そう、単語帳とかでしかなんないやつですよね。単語帳とかでしかなんないやつですよ。あんま言ってくれてありがとう。ボロボロになる。あ、そうなんですよ。結構じゃあ。そのコントとか考えるのも私んちから。私んちはコントにならねえだろ。いや、分かんないです。だからハチクロなってるやつはハチクロがコントになる。私んちがどうやってコントなんだ。なりそうじゃないですか、ま、だ日常ほのぼの日常ほのぼのの感じが なりそうと思ったけどな。なんか私んちも結構面白いから、うんうん、あ、違うんだ。いや、好きですね私んち。コン、はい、ないんですかその、じゃあ、はい、うん、別に漫画じゃなくていいんですけど、はいはい、お笑い今やってるコント、うん、
ットの、はい、なんかその影響を受けた人というかそういう面で、わあ、なんだろうな、まあ、ちょっと影響を受けた人っていうのは結構難しくて、はい、きっかけ、明確なきっかけがそのこの人だっていうのはなんかないんですけど、僕のお笑いのね原体験みたいなのが、ね、あるんですけど、はい、あの2個あって、はい、昔あの小学生の頃に漢字ドリル、学校で配られるタイプの漢字ドリルあったじゃないですか、はいはいはい、宿題として、はい、あります。これ、まあ、構成として、うん、まあ、文字単体の練習を10回ぐらい、うんうん、でそれの熟語みたいなやつ、はいはいはい、それを熟語が書いてあるやつをまあ書いたりする、はいはい、で一番左にこの漢字使って例文作れみたいなのがあったんですね。ありますね、はい、でこの一文で俺はずっとこの何でしょうね、大喜利をしてたんですよ。かっこいい。そう、はいはい、これがあの、うん、誰に刺さるんだろうと思いながらしたら、うん、母親がめちゃウケてて、あ、なるほど。そう、お母さん、お母さんが一番これのファンで、はい、へえ、これはなるほど、これはいつか YouTube 上げて、うんうんうん、音声だけでコントやったらウケるぞってその時思って、もうそっからそっからもう YouTube イメージできてんだ、うん、これはいけるぞ、いつか YouTube が来る、うん、ヒカキンを筆頭に YouTuber っていう職業が生まれる、それの流れに乗って俺は音声を中心としたコントを作って、いつかそれでがなんかそれだけで生きていくっていうビジネススタイルでいくぞって、すっげえ、すっごい長文を思ったんだ、うん、鼻水垂らしながら話でランニング、漢字も覚えてねえのにまだ漢字も覚えちょっちゅうの、ええ、徳屋に行くのが嫌だと思いながら嫌だったけど、その時にその時に思いました、ね、お母さんが笑ったのを見て、はい、これはそれがもう、じゃあもうストレートに繋がってるんですね。そうですね、今に、うん、すごい、あれがなかったらって感じだったの本当に、義務教育ありがとうって感じですね。義務教育で、え、もう一個は、もう一個は、2個ある、はい、まあ、ちょうどねタクシーの中で話すにはうってつけなんですけど、お、僕友達、まあ、その幼稚園から友達のタクシー君出まして、タクシー君、タクシー君、はい、タクシー君の家でよく遊んでたんですよ、ずっと、うん、ずっと長いことで、タクシー君のお父さん何を知ってんのか分かんないですけど、うん、いつも行くたびに家に行ったんですよね、うん、はい、でタクシー君のお父さん何の仕事してんだろうって思ったんですけど、まあ気にせず一緒に遊んでたんですよ、うん、してなんか俺とそのタクシー君の間でそのマイブームというか、はい、めちゃくちゃ流行ってたのが田中真希子のモノマネだったんですね、なるほど、田中真希子だけで喋る一日とかが全然あったんですけど、その田中真希子のモノマネが、はい、お父さんにぶっ刺さってですねほんで声援くれて、あ、え、この人仕事してないはずなのにお金持ってるってなったとってあ、それで お金を得るって喜びね、でこれもらって、はいはい、パパパパって俺がその田中真希子のモノマネでパパパパって言いたぐらい受け取って、はい、なるほど、これっていつか数十年後、いやもっと近い未来かもしれない、こういうスタイルがパパ活と呼ばれることにつながるぞあ、そっち、うん、パパ活の、うん、ビジネスモデル、パパ活の原体験、うん、したパパ活の原体験いや今パパ活やってる人ってないじゃないですか今パパ活、俺僕聞いてないですよ、今パパ活のなんかあれあったんですか、きっかけみたいな聞いてんだったらいいんですけど、聞いてなかった、聞いてないですよね、パパ活やってる人の原体験だし、多分それでパパ活に目覚めないと思うんだよな田中真希子で、あ、私が田中真希子やれば人は喜ぶんだパパは喜ぶんだ、あ、ないのかそれは、ないと思います、あ、なるほど、もっともっとこう表面的なところでお金もらってると思いますパパ活の人はもっと食ってないんだ、うん、そんなね、あ、そう、みんなすごい苦労したな、削ってないです、今その案の定流行ってやっぱみんなはすげえ苦労したなっていう、喉壊さないようにねって思ってたんですけど、そんなスキル磨かないんで、あ、そうだ、パパ活女子はスキル磨かないんです、スキル磨かないんだな、なるほどね、あ、でもそうなんですね、はい、え、なんか大人をね笑かして
笑かしたいぞって思ったきっかけはあのラスカラジオにお便りを送って、あ、ラジオにお便りを送ってましたね。すごい話させてくれないんだ。話させてくれない。ラジオにお便りを送ったらそれが読まれて、すごく嬉しかった。これはやっていくぞって思ったってことですよね。まあ、その通りですね。そっか、そっか。そうだったんだ。その通りなんで本当にいいんですけど。全然話させてくれないから。学生時代に受けた経験とかありますか。うん、学生時代ですか。あーでも。なんだろうな、でもなんかやってましたよ、あの、はい、学芸会、お遊戯会で、お学芸会、学芸会みたいな、なんかそのやつでショートコント、はい、なんかすごいアンガールズさんとかショートコントが流行ってた時なんで、はいはいはい、そういうショートコントの積んでく、うん、何本かやってくやつをすごい披露して、え、もうほぼジャンガジャンガのジャンガジャンガブリッジ、ジャッカ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 縦版ほぼジャンガジャンガのやつでほうやるっていう、すごいな。だからなんかね、はい、そういうちょっとなんか変な、うん、なんかまあ目立ちたがりだったのかもしれないですね、その時は。まだこう性格がこう暗くなる前だったので、あ、暗くなっちゃったんですか、どっかから。まあそうですね。だから思春期ですか、思春期を境にですか、思春期を境に、うん、え、ちょっとちょうだいちょうだい、暗くなった話ちょうだい思春期を境に、うん、聞かして聞かして、なんかありますね。中学ぐらいかな、はい、なんか野球部だったんですよ、うん、で野球部入って、はい、で割と2年生の頃までは僕がなんか、まあ、野球まあまあ同学年の方では上手い方だったんで、はいはいはい、なんかあのまあ、試合に出してもらったりね、3年生の中でも2年生でとして試合出て、なんかしかも野球部なんて3年生なんかみんなかっこいい人たち、はいはい、なんかまあ野球部でこう上手かったら学校の中でも生きてる方なんじゃないかみたいな、はいはい、キャプテンで言ったら五十嵐ですね、続けてください。キャプテンで言ったら五十嵐、キャプテンで言ったらね、はい、で、はい、試合出てて、はい、でも3年生が引退して抜けて僕の代になって僕がキャプテンになったんですよ、はい、でキャプテンで、キャプテンで言ったら谷口孝雄だし、はい、続けてください。キャプテンで言ったらね、はい、あの、うん、あれ足立みつる違う、千葉なんとか、ここにいたくなんですよ、千葉なんとか先生、千葉、いや見てましたよ、キャプテンいいっすよね、うっすら、ね、だから谷口って名前だけ覚えてる、谷口孝雄、ね、名前だけ覚えてる、はい、でキャプテンになったらいいんですよ、野球部のキャプテン3年生で、はい、まあピッチャーエースだったんですよ、すごい、なんてもうモテるというか、もう一軍だと思うじゃないですか、はい、すごいぞと、そうですよ、思うんですけど、なんか勘違いしてて、3年生僕の1個上の代がめちゃくちゃ強かっただけで、うん、僕の代になった瞬間に一勝もできなかったんですよ、通算もう1年間で練習試合本当一勝もできないって、はいはいはい、感じ、あ、弱いキャプ弱いチームだと大会とかで負けるから、やっぱサッカー部とかちょっと勝ったり、はい、陸上部とか強い中で野球部の地位がグーンと下がって、うわで、なんかこの最後の大会で目標を全校生徒の前で言うじゃないですか、はい、うん、で一応顧問の先生にこんなことを言おうと思いますっていうのを、うん、まあ、事前にこう見せるんですよ、はい、で、まあ、みんな普通に言う県大会目指しますよ、はいはい、みんな言うんですね、サッカー部とかも関東大会、今度バスケ部関東大会目指します、はいはい、まあ、そんな感じだから俺も県大会目指しますって書いたんですよ、はいはい、そしたら顧問に1回戦突破にしなさいって言われて、わあ県大会なんてお前ら行けるわけないんだから、なるほど、1回戦突破しなさいって言われて、うん、全校生徒の前で1回戦突破 します、うん、野球部は1回戦突破を目指して頑張りますって言った時に、はい、うん、もうなんかクスクス笑いみたいな、うわ冷たい笑いきついな、そっから俺はこういう人生なんだなみたいな一軍じゃなかった、うん、はあ、こうなんか、こうやっぱちっちゃい、こうなんていうんだろう、みんなの前で一回大きい恥かいて、はい、冷たい笑いを受けた時に、うん、なんかあんまシャシャンのやめようと思ってそれ中学校、それ中学ぐらいで、うん、まあまあまあ高校ぐらいでちょっと無理してこうなんあんまりこうなんていうんだろう、暗いやつにならないようにしましたけど、うんうん、はい、どっかで常に一番シャシャンのはやめようみたいな、シャシャってるって思われないぐらいにとどめて生活してます。だからこうラジオとか送るようになったんですよ。なるほど。大富豪で言ったら、大富豪で言える、富豪を狙おう。ああそうですね言えてる大富豪で言うと、うん、そうですね、大富豪ですって顔はしないように、ね、あるようかなみたいな、その平民でいいですもんね、本
本当は ね、でも一回なんか大富豪だ俺はって思っちゃったから、はいはいはい、そこのあれもうわみたいな話あります。一回都落ちしちゃったんだ。じゃあ一回都落ちしちゃう、ね、みたいな話ありますか。みたいな話、いやもう俺深見さん友達だから、はい、何でも喋っちゃおうかな。あ、聞きたい。僕も暗くなった話。あるんですか。ありますよ、うん、僕中学校の頃、インフルエンザになって5日間ぐらい、はい、あの学校休んだんですよ、うん、でそれまで結構友達も多かったんですけど、うん、その5日間休んで5日ぶりに学校行ったら、その俺と喋んないゲームを、うわきつ、そうきついな、その遊びが始まってたんですよね、はい、で最初なんだよおいおいっつって、なんかこう話しかけて行ったんですけど、なんか全然喋ってくんなくて、これやばい、これいつまで続くんだろうみたいな、うん、どこで終わんだろうなと思ったら卒業しちゃったんですよそのまま、やばいっすね。だからなんかね終わんなかったです、それが。結局最後までその仲良かったやつと喋れなかったみたいな。え、仲いいやつも、そう一番仲いいやつだけがやったんですよ最初。そう仲良かったのに。そうでだんだんちょっとずつ波及はしてったんですけど、まあなんかそれなりには過ごしてて、ああそうなんかね本当に最初に小学校から仲良かったやつが、うん、そういうのになってしまって、今もまだ喋ってないんですけど、なんか唯一自分の過去のなんか遺恨が残ってるとやっぱそこで、うわそこは、そうでもあの時なんか自分ももっとやりようあったなって今思えばなる。いやいやいや、そいつらだいぶひどいですね。だってまあ、まあ、小学生そうだから、とはいえゲームのノリで、そうあの RPG で言ったら、はい、僕の感覚としてはですよ、 RPG で言ったら1個だけ取ってない宝箱があるみたいな感じですよ、うんうん、ただなんかそこ一回戻れ、そう戻れんなら戻って回収したいなっていう。いやでもそんな奴らは宝箱じゃない可能性がありますね。まあまああの例えなんて、ええ、うん、僕例えとして、はい、いやいや分かってますけど、言ってんですよ、響いて欲しくて言ったんですけどそれは宝箱じゃなくてゴミ箱だったかもよってそんなことする奴ら言いたかったんですけどねやっぱダメだでもそれは確かに、うん、そうまあ、なんかね、はい、で来るというか結構なんかそのそれをきっかけ、うん、その高校から、まあ、リセットしようって思ったからこそ、うん、なんだろういろいろこう 逆転してていけたというか、なんかいろいろ明るい人間にちょっとなったっていうのがあ、そっからは明るいんですね。そうそうそう、なんであれが必要な経験だったんじゃないかっていう、うんうん、だからそのエレンが自分のお母さんをその襲わせたみたいなことが働いてるとから思ってますからこそ、確かにそういろいろな、だから2週目なんです、だから今僕あもう経験して、はい、そうなんであそこはあえてあえてあそこで多分僕はこの何でしょうね、もう多分何十年後かに一回過去に干渉できるタイミングが来るんですけど、あえて僕はそこでもう一度同じ風に仕向けるんです、しないと、はい、それが今を作ってるってことですね。です、進撃の巨人だ。進撃の巨人その話はしてましたけど、進撃の巨人っていうのがあるんだあ、エレンだけ知ってる人だもしかしてあれかな、作中の人か、うん、その進撃の巨人っていう漫画のタイトルは知らないけど、その作中で生きてるからエレンのことは知ってる。エレンは知ってる。エレン、エレン知らない。あれさっきエレンって言ってたかエレンは知ってて欲しかったエレン知らない。うわー、酔うね、これやっぱ G 来るわ。うー、 G 来る、 G 来る、すごい。あ、G 来る、 G が、あ、G ね、 G がすごい。あ、そんな今、なんでどこ走ってんだこれ。キラー取ったから。あ、キラー取ったっす、キラー取ったっす、早く降りたい。で、え、わ、すごい、あ、すごい、あ、終わった、すごい進んでる。あ、意外と短い。やっぱね、最下位はね、出ますよね。あ、最下位だったんだ、今最下位出る、ね、さっき12ですもんね。いやちょっと酔っちゃったな、早く降りよう。いや、キラー酔うんだ。確かに降りましょう。
あ、もしもし、ちょっとタクシー1台お願いしたいんですけど、今高円寺にいまして、ちょっと目の前でゾンビと警官がすごい暴れてる場所にいるんで、至急来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。